しく風に舞うだけさ。世界で唯一の被爆国が、核の恐怖を知る我が国が、平和利用と地域の振興だ。原発をあちこちに作った、愛国の思惑のまま、あの日から僕の何かが揺らいだ。焼けくそな気分にもなれず、ひたすらこの世界の行く末を案じてる。あの日々は